ラデバータダケを何個取れば。おはよう、目が覚めたんだ。うん、今日の朝ごはんは私が準備したんだ。食べてみてくれ。口に合うといいんだけど。こんなにうまいもんを食べられるのもお前のおかげだな。うん、マリン病が完治した後はすっごく元気なんだ。毎日ご飯を 4,5 食作ったって問題ない。お前の腕ならやれると思うぜ。そうだ、昨日の夜お前が寝た後、ある人からお前宛ての手紙が届いたんだ。オイラはお前が起きてから一緒に見ようと思って、まだ開けてないぞ。開けるなら今がちょうどいいタイミングだぜ。お、ニーローからだ。グランドバザールで宴を開催するの、ついでにセナの大マハマトラ復職のお祝いもするんだ。英雄であるあなたたちにも出席してほしいから待ってるね。最後に宴の日付も書いてあるな。2日後だ。うん、私もお前たちが英雄になったことを聞いたよ。本当にすごいな。いいな、時々お前みたいに強くて自信のある人が羨ましくなるよ。照れるな。じゃあグランドバザールに行ってみようぜ。うん、行く前はティナリ師匠に一言言うのを忘れずにな。おはよう。具合はどう？だいぶ良くなったぞ。お前は？問題ないよ。気を使ってくれてありがとう。でもその様子からしてもう仕事をし始めてるのか？うん、でもそんなに忙しくはない。マリン病の患者がみんな完治してハイパシアも回復したんだ。今の僕はレンジャー長の仕事だけすればいい。やっぱり世界中が良くなるとみんな良くなるんだな。うん、でも後遺症も少しある。例えば刺激、新しく増えはしないけど今あるのがいきなり消えることもない。これからも僕たちレンジャーがやっていかなきゃいけないんだ。そうだ、それといい知らせがあるぞ。セノが復職するらしいんだ。もう新鮮な知らせとは言えないね。すでに彼から聞いたよ。うえ、ここに来たのにオイラたちに会って行かなかったのかよ。一度ここへ来たけど君たちの療養を邪魔したくないからと僕に挨拶だけして帰ったんだ。じゃああいつらが祝賀会をすることはお前も知ってるよな。祝賀会？聞いてないけど。あれ、ニーローの手紙にはセノの祝賀会をやるって書いてあったよな。セノから言われてないのか？おそらく多分彼自身もこのことを知らないんだろう。ああ、そう言われると確かにセノって祝賀会に参加するようなやつじゃないな。ティナリとコレイもセノの友達だし、オイラたちと一緒に祝賀会に行こうぜ。コレイはここ数日僕が担当していた雑用などを引き受けてるんだ。あの様子だと参加する時間はないかもしれない。かくいう僕もなおさらだ。近頃森にオエラ型が何人か来ていてね。オエラ型？正確に言うと元オエラ型だ。事件に関わっていた賢者たちがアビディアの森で修行をすることになってね。それと彼らに監禁されていた人も解放されたんだ。えっ？うん、体は弱ってるけど怪我もないし虐待も受けていない。
クラクサナリデビ様は本当に心優しいお方だよ。罪深きアザールらを許したんだ。だけど彼ら自身は自分たちの考えの浅はかさを恥じ、残りの生涯をアビディアの森で知恵を悟るために過ごすことにしたそうだよ。クラクサナリデビ様がザンヒョウを倒し世界中を救ったことを聞いて、彼らは衝撃を受けたと同時に歓喜にあふれたらしい。知恵を探求する道に光が差し込んだように感じたんじゃないかな。これらのことによりレンジャーの仕事もますます増えてね。仕事って本当に大変なんだな。しょうがないことだよ。少し話がそれたね。本題に戻ろう。君たちは今出かけようとしているのかな？ああ、そうなんだ。外出許可をもらいに来たんだけど、いいよな。もうだいぶ回復したし、行ってもいいよ。でも、安全には気をつけてね。その時間から宴を始めれば絶対に問題はないだろう。ズバイルさん、私の方もゲストの人数以外はチェックが全部終わったよ。はあ、どうして招待を受けた人たちは返事をしないんだ。そのせいでこっちの手配にも影響が出ている。まあとりあえずやるべきことをやっておけばなんとかなるさ。私もそう思う。祝賀会は遅かれ早かれ開催できる。そうでしょ？いいよ。旅人パイモン、手紙を受け取って会いに来たぜ。やっぱりあなたたちって本当にいい人だね。他の人たちからはまだ返事がないんだ。え、ここに来たってオイラたちだけなのか？うん、手紙はみんなに向けて送ったんだけど、もしかしたらまだ自分たちのことで忙しいのかな。確かにスメールは今非常に重要な転換期を迎えている。だがその友人たちがどんな大物であっても、それを理由に君を無視するのはどうかと思うがね。なんたってニーローはスメールで一番の踊り子なんだから。見る目のあるものと話ができて俺も嬉しいよ。ニーローの踊りを高く評価できたら見る目があるってことは、ほとんどの人は見る目があるってことになるな。だってあんなすごいステージならみんな好きなはずだろ。ああ、確かにその通りだ。俺たちみんなそう思ってるぜ。俺たちみたいにグランドバザールによく来る奴らにとってニーローは一番の踊り子なんだ。お前たちはよそから来たが、見る目は一流のようだな。ズバイルさん、今度機会があったらベストオーディエンスを選んでみたらどうだ。この二人には素質がある。何を言ってるんだ。観客の価値は我々が決めていいものではない。だが確かに見る目のあるものにプレゼントを贈るのも悪くはないな。聞けばフォンテーノには写真機なるものがあって人の姿を記録できるそうだ。おお、それはいい。で、それはどこで探せばいいんだ？みんな冗談が上手だね。ここで踊りができるだけで私は満足だよ。グランドバザールはいつも賑やかだな。うん、だから私はここが好きなの。旅人パイモン、あなたたちに頼みたいことがあるんだけど、手紙がきちんと届いてるかどうか確認してきてくれないかな。もし届いてなかったらここで宴があるってことみんなに伝えてほしいの。
うど最近のスメイルがどうなってるのか確かめられるしな。私が手紙を書いた時点だと、ディシアはオルモスク、アルハイゼンさんは教霊院にいるって聞いたよ。セノさんはたまに教霊院に現れるってことしか聞かないかな。ラフマンさんの居場所もちょっとわからないの。多分ディシアと一緒にいると思うよ。それとドニアザードだけど、具合はどうなってるかな。家に手紙は送りはしたけど、療養の邪魔したらいけないと思って会ってないんだ。もし時間があったら彼女のことも聞いてきてくれる？うん、分かったぜ。よし、早速出発しよう。見当たらないな。あそこの通行人に聞いてみようぜ。なあ、ちょっと聞きたいんだけど、アルハイゼンを見なかったか？アルハイゼン書記官は知恵の殿堂に行ったみたいですよ。そこでなら会えるはずです。ただ本日書記官を探しに来られたのはあなた方で二人目です。どうやら書記官は近頃本当に忙しいようですね。他に誰が来たんだ？書記官と関係がとても悪いカーベさんも先ほど同じ質問を私にされました。そしてあなた方も。もしかして皆さん賢者についての噂を探っているので？オイラたちはちゃんとした用事があるんだ。そうだったんですね。あ、すみません、私の考えすぎでした。皆さん私と同じように賢者たちの噂に興味があるのかと思いましたよ。そのくだらない本を読んでないで、早く院内で何が起こったか話せ。くだらない本などではない。これはスメールの市場では珍しい形ある書物だ。どうせ食券を使って手に入れたものだろう。くだらん。それよりも今日帰ってきたら賢者がいなくなったと聞いたぞ。ほう、その驚き方からしてどうやら衝撃的な内情を知ったようだな。知ってたら君に聞かないだろ。書記官は君で僕じゃない。
早く君が知ってることを教えろ。俺はあと少しで賢者になっていた。はあ？そう驚くほどのことではない。君はかの有名なカーベだろう。妙論派の星であり、修理や建造に精通している。次の賢者に選ばれる可能性だって大いにある。その言葉、心から発したものとは思えないな。何を言う。俺の君に対する称賛はいつだって心からのものだ。いや、なぜならそもそも君は僕に称賛なんてほとんど言ったことがないからね。お互い様だ。俺のように君の性格をよく知るものであれば、誰であろうと俺と同じ選択をするはずだ。君ってやつは。その言葉そのまま返させてもらおう。君がそんな自己中心的で傲慢で皮肉屋な性格をしてるから、僕は君と何かについて話すのが嫌いなんだ。つまり俺の性格が受け入れられないと。当たり前だろ。なら俺の家から出ていくといい。脅しか？卑怯だぞ。いや、こんなこと言ってる場合じゃなかった。君が賢者になるって、それなら教令院が明日閉院する方がマシだ。そんなくだらん冗談を言うな。なんか喧嘩してないか？教令院のことよりも君は建築に忙しいのだろ。いつか自分にも豪華な家を建てたらどうだ。建築のことは言うな。思い出しただけで腹が立つ。それで我らが大建築士様は今回どんな偉大な建造物を生み出したんだ。僕のプライベートをいちいち君に報告する必要があるのか。俺は君を疑っているんだ。スメールが君を一番必要としていた時、君は何をしていた。砂漠で大掛かりな工事をしていたよ。だがそれを言っても君にはわからないだろうね。君たち知論派のなけなしの建築美学では。かわいそうに美とロマンを理解できないなんて心の底から同情するよ。ってちょっと待った、スメールが僕を一番必要としていたって何のことだ。君が不在の間、多くの者が手を組みスメールの危機を救ったんだ。そんな話を僕が信じるとでも。アザールとその同胞が失脚した。これが君の知りたかった質問の答えだ。は？何をデタラメなこと言ってるんだ。信じなくても構わない。アザールに経費の申請をするのは何も俺たち知論派ではないからな。ま、君たちの申請については。ちょっと他の人に詳細を聞いてくる。嘘だったら容赦しないからな。君たちか。どうした？オイラたちはニーローの代わりに来たんだ。あいつから手紙を受け取ってないか？手紙？20日後にグランドバザールで開催される祝賀会にみんなを誘うためにニーローが手紙を出したんだ。ついでにセロの大マハマトラ復職のことも祝うんだってさ。もしもその手紙が教令院のアルハイゼン宛てに手配したものだったら、大方俺の執務室に届いているだろう。ただ俺はここ数日とても忙しくてな、まだ執務室へ戻って手紙を確認する時間がない。今はちょうど休憩時間だったから少し自分のことをやっていたんだ。お前の仕事っていつもこんなに忙しいのか？まさか。最近は数名の賢者が免職となり、教令院の上から下までどこも混乱している。そのせいで忙しくなっているだけだ。ティナリから聞いたんだけど、あいつらはみんなアビディアの森へ修行に行ったみたいだぞ。一生そこで暮らそうとしてるらしいぜ。あの者たちにとっては一番いい結末だろうな。六大賢者のうち四人が欲に翻弄され神を創造しようとし、さらにそのために
唯一正気を保っていた二人まで幽閉した。そうだな、久しぶりにその呼び方を聞いたからなんだか全然聞き慣れないぜ。それと同じで六大学院も結構迫力があるよな。少なくとも本来はそうであるべきだったんだ。伝説では教令院が設立された当初、知恵における六種類の方向性を代表するため宗神様が直々に六大学院を作ったそうだ。かつてそれぞれの学院では無数の学派が栄えては消えていった。唯一六大学派だけは六大学院を拠り所として長い時間という試練を経た後、教令院における普遍の学派となった。今では六大学派と六大学院はほぼ同じ意味を持つ言葉になっている。六大賢者はこの6つの学院から選ばれた最高指導者だ。そしてその六大賢者の中からさらに大賢者と呼ばれる中心指導者が選ばれる。残念ながら今教令院に残っているのは陰論派と正論派の賢者だけだ。彼らはアザールに反対したがゆえに幽閉され、アザールが失脚してやっと身柄を救助された。じゃあ他の4つの学院は管理する人がいなくなったってことだよな。新しい人が選ばれるのか。ああ、一般的に規則に従って新たな賢者が選ばれることになっている。お前さっき自分が賢者になるって言ってたよな。お前が賢者になったらオイラたちのスメールでの後ろ盾が増えるってことだな。そのことだが、さっきは途中までしか話せなくてな。人事担当の者がアザールの後任としてクラクサ・ナリデビ様の教令院管理を補佐するよう俺を大賢者に推したんだ。しかし俺から断った。うえぇ、お前なんでだよ。向上心っていうやつがお前にはないのか。俺は六大賢者にすら興味がないんだ。言っただろ、俺はリーダーになるのが好きではない。そうなのか。じゃあここ最近は誰を賢者にするか決めるので忙しいのか。それは俺の仕事ではない。俺は新しい賢者が就任するまで院内における重大な事務などを代わりに処理している。リーダーになったら真っ先に妙論派の経費申請を断ってやる。そういえばさっきの人って誰なんだ。友達か。俺とあいつが友人に見えたか。知らないから聞いてるんだけど。あいつはカーベ、ルームメイトといったところだな。あいつのことは妙論派学者の代表と思えばいい。それこそあいつがよく苦労する理由だ。最近起きたことってスメール人にとっては天地を揺るがすようなことなんだな。何しろこれが書記官の仕事だからな。どんなに忙しくても計画の立案者なんだから、2日後は絶対に祝賀会に来いよ。いいだろう、その時にまた会おう。どこにいるんだろうな。
その声パイモン。うわ、久しぶりね。元気にしてた？ドニアガード、本当に久しぶりだな。私も元気にしてたよ。しかも生まれてから一番楽しいって言えるくらいね。もう聞いたかもしれないけど、マリン病が完全に消えて患者も全員完治したの。彼らの耳の速さと交友の広さからして大方もう聞いてるはずでしょう。そうだろ、ミシア。ああ、お嬢様の具合も良くなってきたから外出に付き合ってるんだ。ミシア、どうしてまだお嬢様って呼んでるの？もうお父様に解約届は出したはずよね。もうお嬢様って呼び方に慣れちまいましてね。今さら変えられませんよ。え、ボディーガードを辞めたのか？ああ、いつまでも風前家のボディーガードをやってたら腕が鈍っちまうかもしれないからな。リシアも知っているでしょ、お父様とお母様はあなたにすごく感謝しているって。それにあなたをとても気に入っているのよ。ずっと我が家にいてくれても何も問題はないのに。私を理解してるお嬢様ならなおさら、私がこれで心が揺れる人間じゃないってのは知ってるはずでしょ。この仕事を引き受けた時から考えてたんです。お嬢様の体が良くなったらこの仕事を辞めて広々とした果てのない世界に戻ろうと。ボディーガードを辞めた後は何をする気なんだ？それなりに刺激のある仕事を見つけて体を動かそうと思ってる。刺激のある仕事ならつい先日やったばっかだろう。もう次のがやりたいのかよ。あんたたちとあの計画に参加してなかったらこんな考えは持たなかっただろうな。もしかしたらああいう全力の命がけな戦いに火をつけられちまったのかもしれない。あの感覚につくづく自分が傭兵だって思わされた。人の一生はそんな長くない。ああいった作戦に参加できたのはすごく胸躍る出来事だった。だがこの件を通してスメールにはまだ多くの問題が存在していることに気づかされた。私は砂漠の民として、今はまだ壁のこちら側の民にはなりきれていない。確かある方からあなたに伝言があったわよね。アルハイゼンのことですか？あいつがあれを覚えてるなんて最初は冗談かと思いましたよ。オイラたち、さっきまで教練院にいてアルハイゼンに会ったばかりだぜ。なら教練院に勤めるようアルハイゼンが私に勧めたのはあいつから聞いたか？アザール本人と奴の同等が失脚したらしい。それで今なら教練院で仕事を見つける絶好の機会だってアルハイゼンが言っててな。もちろん私にその気があることが前提だが。リシアが学者になるのか？全く想像できないぜ。私もよ。でもリシアが学者の格好をしたらきっと綺麗だと思うわ。いやいや、勘弁してくれ。大方アルハイゼンは私が自分なりのスタイルを持っていて戦闘にも長けてるから教練員でやっていけると思ったんだろう。でももしリシアが志願しに行ったらマハマトラになるのをセノが認めてくれるかもな。だってリシアは強いし。マハマトラの仕事ならセノがいれば十分さ。私はやっぱり自由気ままな生活の方が合ってる。今のこの仕事を選んだのも私にぴったりだったからなんだ。たとえ傭兵が様々な危険に遭うとしても、獅子はいつか荒野に帰っていくものですよ。むしろお嬢様のボディーガードをやってたことの方が私からしたら想定外のことでした。とても寂しいけど、でもあなたの選択を尊重するわ。そう言っていただけて安心しました。そんな顔しないで。もう会えないわけでもないでしょ。ああ、
送信の件が一段落して、スメールも全てがいい方へ向かってる。私も嬉しいよ。だが、平和で安定した世の中に傭兵はいらない。淘汰された時にはもう遅いんだ。今のうちにもう少し稼いどかないとな。おいおい、その感じだともうすぐにでも行くつもりなのか？いや、そういうわけじゃないぜ。来週まで付き合うってお嬢様に約束したしな。最近はずっとオルモス校にいたんだよな。じゃあニーローからの手紙は受け取ったか？あら、ニーローが私たちに手紙を？お前がオルモス校にいるって聞いて手紙をここに送ったらしいぞ。おそらく私たちが住んでる宿屋に送ったんだろうな。お嬢様は最近特に元気で、夜も私を連れてあっちこっち行ったりするんだ。宿に戻るのが遅くて、その時間は受付もこっそり寝ててな。ええ、朝も早い時間に出かけて、夜中に店番してるお年寄りの方も居眠りをしてるから。要するに店の人がいつも寝てるってことか。手紙は受付にあるはずだ。後で確認してみるよ。やっぱり受け取ってなかったんだな。通りで返信がなかったわけだ。ニーロに頼まれて様子を見に来てよかったぜ。すまないな、わざわざ来てもらって。ニーローがわざわざ手紙をくれるなんて、きっと大事なことなんじゃない？おう、グランドバザールで祝賀会をやるらしいぞ。それと同時にセノの大マハマトラ復職も祝うから、お前たちを招待したいんだってさ。そうなの？私絶対に行く。私も行こう。だがその宴に服装の要求とかはないよな。今の格好で大丈夫だろうか？ニーローだったらきっとそんなの気にしないわよ。彼女もきっとありのままの私たちに会いたいと思ってるはずだわ。それならこのままで大丈夫そうですね。2日後だからな、忘れるなよ。おう。宴のことを教えてくれて本当にありがとう。2日後にまたね。ああ、それとセノとラフマンがどこにいるか知らないか？大マハマトラは風のように現れ、風のように去っていくからな。一般人じゃ彼の動向をつかめないだろう。だが前に会った時、アール村に用事があるって言ってたぜ。運を頼りにそこへ行ってみるのもいいかもな。ラフマンの方は全く知らない。何かセノに相談することがあるって聞いたが、セノに会ったら聞いてみるといい。気にすんな、早く行くといい。おう、じゃあ次の目的地に向けて出発だ。どうしてここへ？体の調子もほとんど良くなったし、ティナリからも外出許可が出たから外に来てるんだ。うん、ガンダルバー村の療養技術は相変わらず高い。おう、ティナリの傷も結構回復したぜ。そうか、なら良かった。そうだな、あの時気を失ったオイラたちをお前がティナリのところまで運んでくれたんだよな。本当に助かったぜ。気にするな、
彼は医術に優れ、コレイも気を配るのが得意だ。お前たちをあそこまで送るのが最良の選択だった。でも、お前はなんでここで一人突っ立ってるんだ？人を待っている。キャンディスたちか？もうキャンディスと村長には話をしてやる。彼らはいつもの場所にいるから、会いたければそこに行くといい。俺が待っているのはお前たちも知っているものだ。お、俺の友人が突如砂漠に現れるとは、まさにキングデシェルト様の祝福。願わくば会いに来た原因が厄介事の頼みでないといいんだが。ラフマン、それと、え、セタレ？え、君たち私を知ってるの？その、キュレインで結構有名だったから。心配するな、この二人は俺たちの仲間だ。警戒しなくてもいい。そうなの。いいことがたくさん起こっていて悪くない。私もよ。なんだか最近いきなり人生に新たな可能性が生まれた気がするの。日々の生活まで光り輝いているような気がしてね。え、どうしてだ？セタレさんからどうぞ。ええ、では私から話すわね。実は教練員を離れることにしたの。学者を辞めたというより新たな役割を見つけたと言った方が正しいかな。これまでのような学者ではなく、でもこの立場を完全に捨てたわけでもない。確かにそんな感じだな。どういう意味だ？教練員を離れて砂漠地区に戻り、教育の仕事をしようと思うの。おお、先生になるのか。セタレさんはここに戻って教育事業をサポートしてくれることになったんだ。教育対象は砂漠の民さ。だが彼女一人じゃ全員に授業を行うことは難しい。そこで各地に分布してる俺たちエルマイト旅団に彼女が話を持ちかけ、この認識を全旅団に伝えるよう頼まれたってわけさ。ええ、エルマイト旅団の方々にはまず優秀な人材を選んでもらうつもりよ。その人たちに私が授業を行えば、彼らが学び終わった後により多くの人に教えることができるでしょ。それこそ教育、そして知識伝播の真髄よ。キングデシェルト様の民は今まで風車の苦難、流離の苦難、そして無知の苦難を受けてきた。だからこそ我々もセタレさんをとても歓迎してるんだ。彼女の訪れはまるで砂漠に現れた夜空の星さ。夜空の星は暗き夜に方向を見失ったキャラバンや盗賊、戦士と旅人を苦境から救い、安全地帯へと導く。そんな大げさな、なんだか照れるわ。いやいや、セタレさんはそのような称賛に値する人さ。我々傭兵は危険に慣れていて死をも恐れない。だからこそ賛美すべき物事についての判断は常人よりもはるかに把握しているんだ。セタレのその考えは多くの人にとっていい知らせとなるだろう。最初はうまくいかないかなと思ってたの。何しろ教練員は学者が勝手に砂漠で授業を行うことを禁止してるから。あなたたちも知ってると思うけど、知識は厳しく管理されていて、私のように幸運な人は砂漠の民でも極めて少ない。でもあの時聞こえた言葉がずっと心の底で渦を巻き、まるで雷のように私の心を打ち続けた。今のあなたは流砂に飲まれているのと同じ。たとえその両の目を閉じていても。セタレ、なぜ家に帰らない？あなたのいるべき砂漠はここではない。セタレさん、あの言葉が私の目を覚ましたの。それと同時に次に故郷に帰った時、
必ずそこの人々に何かを届けないといけないって思ったわ。勇気を振り絞って大賢者様に会いに行ったけど、もう教令院にはいなかった。そこでセノさんからアザール様はもうあそこには属していないことを教えられたわ。アザールは叱るべき罰を受けた。少し軽すぎるほどだ。お前たちももう聞いてるはずだな。そして私が教令院を離れて砂漠地区に行く資格を取れるよう手伝ってくれたのがセノさんよ。その上、エルマイト旅団との協力について話し合うためここまで同行してくれたの。セノさんとラフマンさんのおかげでこの計画を順調に進められるわ。みんな優しいんだな。このこと以外にも他の業務についてセノと相談することがあってな。クラクサ・ナリデビ様は砂漠地区開拓のためにかなりの資源を用意してくれた。俺もその手伝いを少ししたが、中にはエルマイト旅団の協力が必要な部分もあったんだ。それから教令院にいくつか教育関連の物資を申請した。クラクサ・ナリデビ様の指示通り砂漠にあるいくつかの部族に送るつもりだ。あそこの人々もきっと必要としているだろう。ああ、もちろんだ。形のある書籍、その他の関連用品、セノとクラクサ・ナリデビがいなかったらこんなものを手に入れることはできなかっただろう。それ以外に教練員は砂漠地区で授業をしたい学者を募集している。何か情報があったらすぐに俺からラフマンとセタレに知らせよう。これらのことを続けていき、資源の維持を図り長期安定化させる必要がある。この何百年の間で初めて希望が訪れた。これはきっと砂漠の天気だと思ってる。あの言葉を覚えてるか。ここに眠るは我らが忠誠なる祭司カサーレ。その英知はまさに奇跡、賛美と王家に値する。砂漠の民から再びあの祭司のような知者が現れることを願ってる。かつて世を震撼させた英知と栄光を再び見たいのだ。それであなたたちも何か業務の話をしに来たの？いやいや、オイラたちはニーローの代わりに返事を聞きに来ただけなんだ。ニーローがみんなに手紙を送ったんだけど、ちゃんと届いたかわからないからその確認を頼まれてな。2日後にグランドバザールで祝賀会が開催されるからみんなにも参加してほしいみたいだぞ。それにこれはセノの大マハマトラ復職の祝賀会でもあるんだ。でもお前の様子からしてもうすでに復職してるみたいだな。オイラてっきり祝賀会の後に教令院に戻るのかと思ったぜ。祝賀会？今日初めて聞いた。ねえ、ひなりの言う通りだったな。やっぱり知らなかったぞ。セノ、お前のために開催する祝賀会なんだ。メインのお前は必ず参加しろよ。セノさんのそんな表情が見られるなんて珍しいわ。宴が好きじゃないの？好きとは言えないな。だが行こう。俺はまだここでやるべきことがたくさん残ってるんだ。それ以外にセタレさんが砂漠にいる間の安全を守る必要がある。遠慮しておこう。私もよ。でも、もし可能ならニーローさんにことづてを頼んでもいいかしら。こう伝えてちょうだい。今まであんな悪い態度をとってしまって本当にごめんなさい。あなたの踊る姿がどれほど美しいか今はもう完全に理解しているわ。まるで空に輝く光ね。あなたとあなたが象徴する芸術は美しいだけでなく、あまりにも驚異的で禁止されてしまうほどの生命力を持っている。これからもぜひ踊り続けて。いつか私も自分の目であなたの意義を見届けに行くから。全部覚えておいたぜ。これでここでの任務も終わったな。
ってな。2日後は絶対に来いよ。ああ、一番最後みたいだ。来たか。あ、来た来た。あんたたち遅かったじゃないか。ずっと忙しかったみたいね。ここであなたたちに会えて本当に嬉しいわ。え、でも遅刻はしてないはずだぞ。お前たちが早く着きすぎたんじゃないか。一番遅く来た人に今日のスピーチを任せるのはどうだろうか。今日はスピーチなんかないだろう。そうか、それならいい。早くこっちに来て、一緒に食べて飲んで楽しいことを話しましょう。悪くない。おいらもう我慢できないぞ。旅人、ここにうまいもんがたくさんあるぞ。聞いたスメールシティのみんなもいろいろとプレゼントしてくれたんだ。ここに来た人たちみんなスメールを救ってくれたあなたたちにお礼を言ってほしいって頼んでたよ。英雄って思われるのも嬉しいもんだな。この感覚なかなか悪くない。ボディーガードも英雄の仕事よ。リシアは元からすごいんだから。お嬢様は口がお上手ですね。ありがとうございます。嬉しいですよ。偉大な計画に参加した方々に会えて私も嬉しいわ。気にするな。今思い返すとオイラたちってあんなすごいことをやってのけたんだな。本当に不思議だ。運と実力が半々といったところか。そうか。私の記憶だと最初は運が味方してくれずに成功率が低いとみんな思ってただろう。俺の記憶でもそうだな。偶然集うのも運、チームを組んだのも運、計画を定め順調に進んだのもなおのこと運によるものだ。それに結果から見れば状況もとても悪くないものだった。そうだね。みんな大事な時に自分の役割をきちんとやり遂げてたもの。公演と同じように私たちは一人一人舞台に上がって最高のパフォーマンスをしたんだと思う。誰もが重要な存在だった。私たちみんなの力でパフォーマンスが無事に幕を閉じたんだよ。じゃあオイラたちも優秀な役者ってことか。
クラクサナリデビ様が教令院の実権を握る立場にまた戻れて本当に良かったよ。そうね、たとえどれだけ見捨てられ冷遇されようとも、これでやっと戻ってこられたんだもの。ええ、クラクサナリデビ様はかつて災いの中で全ての力を使い果たし、過去の記憶と知恵をなくしたの。そのせいで教練員からも見捨てられ冷遇されていたのよ。これは誰もが知っているようなことだと思うけど、どうしてそんな驚いた表情を。あ、私間違っていないわよね。ああ、間違ってない。はあ、ならよかった。どうかしたのか。そうだぞ、なんでそんな表情になってるんだよ。お前も知ってるのにわざわざ聞くなんて。そうだ、ここに関係者が二人いるが、これだけは言わせてもらうぜ。あの賢者たちは本当に身の程を知らない。500年前、クラクサナリデビが力を使い果たしたのはスメールの民のためだったんだぜ。それなのにあいつらは何をした。恩を仇で返すなんて、私らの世界では罰として手足を切り落とされるかもしれないことだ。そうだろ、セノ。俺が言うべきことではないかもしれないが、クラクサナリデビ様にあのような仕打ちをした奴らは今よりももっと重い罰を受けるべきだ。アザールとその一味にさらなる罰を与えたいと君からクラクサナリデビ様に進言したらどうだ。俺はクラクサナリデビ様の決定を尊重している。いかなる形でも干渉する気はない。お前こそどうして教令院の誘いに乗って大賢者にならなかった。まさか俺が賢者に向いているとでも言うつもりか。いや、ただ今のスメールにおいてお前が最も教練員を率いるのにふさわしい人物だと人事選考の担当者が言っていた。なんでだ、こいつがアザールを失脚させたからか。言い方を変えてくれるか。本来はいいことであるのに、それではまるで俺が自分の私欲のためにアザールを失脚させたようになっている。でも正直あんたがこの一件に加わったのは多かれ少なかれ市場が入ってたと私は思ってるぜ。市場は確かにあった。だが賢者の席とは無関係だ。国全体の規則がああいったものによって破壊されれば何もかもがおかしくなってしまう。俺はただ奴らの夢のせいで俺の生活を狂わされることを望んでいなかっただけだ。あんたの生活って書記官として教令院で仕事することか。ああ。え、それだけのために。オイラたちの仲間になってあんな大それた計画をやったのはそれだけのためだったのかよ。それだけで理由は十分なはずだ。個性的なのね。それほどでもない。そうだ、あんたはどうなんだ、もう大マハマトラに戻ったのか。ああ。毎日楽しく過ごせてる。どちらとも言えないな。だが今はやるべきことがたくさんある。たとえそうだとしてもできるだけ楽しい方がいいと思うよ。ほら、私みたいに毎日たくさん笑ってみるとか。ありがとう、覚えておこう。これほど賑やかな宴に来るのは滅多にないことだ。だが雰囲気は悪くない。いや、今日この集まりには特別な意味がある。グランドバザールが賑わっているのはここの人たちが心の底から嬉しいと感じているからだ。勉学しか頭にない奴らにこんな表情はできないさ。うん、鍵を一つ多く持って出かけてしまったようだ。まあいい、構わん。
お嬢様、あっちのお肉がすごく美味しいですよ。ええ、それと果物も少し食べたけど、とても甘くて美味しかったわ。グランドバザールって本当に身も心も休まるいいところね。そうですね。あ、あんたも来たか。ニーローがあなたたちも呼んでくれて本当によかったわ。おいおい、お二人さん、社交辞令はそこまでだ。パーッと食って飲もうじゃないか。ここは雰囲気もよく、食べ物もうまい。ああ、めったにないが、悪くない。近頃は忙しくてな。そうでなかったら、お前たちを連れて回ることもできたんだが、仲間なんだ。気にすることはない。この宴は悪くない。気に入った。あ、来たんだね。どう？今日の宴は楽しんでる？ならよかった。こんなにたくさんのすごい人が一堂に会するのは初めて見たよ。ほら、一人一人それぞれの物語を持っているでしょ。それがみんなこうしてここに集まれるなんて、まるで童話みたいに不思議だね。今夜はいっぱい食べて楽しんでね。あなたに嬉しく思ってもらえたら、私もすごく嬉しいから。彼女にそう思ってもらえるなんてとても光栄だよ。今度機会があったら彼女を私の公園に誘いたいな。なんだか私とても気分が良くなってきちゃった。ありがとう。どうしたんだよ。頭がぐらぐら揺れてるけど。おいおい、こんなところで急に寝るなよ。オイラがもうちょっとうまいもんを探してきてやる。もちろん本当だ。ちょっとここで待ってろよ。私よ。ええ、私のわがままのせいね。あなたと話がしたいと思っていたら、ついあなたと接続してしまっていたの。私たちの関係はまるでつる草とその後ろにある壁みたい。本当に不思議だわ。今日グランドバザールで盛大な祝賀会が開かれてるって聞いたから、見に来たくなってね、抜け出してきたの。最近はあの件の後処理に追われてるから本当に時間がなくて。あなたには本当にたくさん助けてもらったけれど、もう一つだけお願いしたいの。私に代わってみんなにお礼を言ってもらえるかしら。このお願いは迷惑だったかしら。でも私がいきなり現れたらみんなかしこまってしまわないかしら。もし参加者の誰かを驚かせてしまって、せっかくの楽しい宴を台無しにしてしまったら、私の本意に反する結果になってしまうわ。その、少し考えさせて。わかったわ。ええ、決めたわ。自分でみんなに礼を言うのを勧めたのはあなたでしょ？だから、少しあなたの体を借りることにしたわ。悪く思わないでちょうだい。つる草だって、
壁を伝ってより空に近い場所に行きたがるものだから。みんな、目が覚めたのか。ちょうど食べ物を取りに行こうと思ってたところだ。私よ。その声、ナヒーダ？なんだなんだ、どういうことだ。まさかグランドバザールでクラクサナリレビ様の意識と対話できるとは。面白い。これも宴の余興の一つか。いやいや、絶対違うよ。あなたは本当にクラクサナリレビ様ですか。こんにちは、ニード。私のことを知ってるのですか。ええ、あなたたちのことは全員知っているわよ。ニード、アルハイゼン、セノ、リシア、パイモン、それからドニアザード。クラクサナリデビ様。こうして勝手に旅人の体を借りたのは、直接みんなにお礼を言いたかったからよ。身の安全を顧みず、教令員、賢者、博士、残票、さらにはスメール全体をも敵に回すリスクを冒してまで私を救ってくれて本当にありがとう。もしも今回あなたたちがいなかったら、もしも誰か一人でも欠けていたとしたら、私は今よりもずっと大きな苦境に立たされていたでしょう。私だけでなく、スメール、そしてテイワット全土がさらに深刻な不幸に見舞われていたかもしれない。あなたたちのことを人々は神を救った英雄と呼んでいるけれど、私はその言葉がとても好きよ。あなたたちの身分を説明しているだけでなく、あなたたちと私の関係も記録しているもの。私の心からの感謝をどうか受け取ってちょうだい。クラクサナリデビ様はスメールのためにたくさんのことをしてくれました。それに比べて私はあなた様のために何かできたことなどありません。そんなこと言わないでください。ドニアザード、あなたの受けた病は私のそばに付き添い、私のために祈ってくれた証よ。本当にありがとう。こんなにも仰々しくしていただく必要はありません。もとよりあなた様を守ることが俺の責務ですので。教令員と宗神様の関係は元からこうあるべきだったものだ。我々は当然のことを行い、間違いを正したまで。そうだな。神なのにそんな謙虚だなんて、そんなに気を使わなくてもいいと思うぜ。この計画に参加できて、私とても光栄です。あなたに捧げた踊りを気に入っていただけたら嬉しいです。ありがとう、みんな。本当に感謝しているわ。ええ、昨日はぐっすり眠れたか。ナヒーダがいなくなった後も結構たくさん食べてたよな。ふふん、つまり食いしん坊の分野ではオイラがお前の先生ってことだな。よし、目が覚めたことだし、ナヒーダに話を聞きに行かないか。この時間は教令員にいるはずだよな。
質問があるならナヒーダに聞いてみようぜ。こんにちは。昨晩は本当に楽しかった。まるで今も水面の上を漂うろうそくのように幸福と愉悦の中に浸っているようだわ。オイラたちもだぞ。それでお前と話がしたくて来たんだ。そう、何か知りたいことでもあるの？あそこに行くのね。正義の国フォンテーヌへ。私が知っている限りでは、あの国の運営は正義に関する審判のシステムの上に成り立っているわ。そいつらの神が民を審判するのか？いいえ、フォンテーヌには最高審判官が一人いるの。一般的には神であるフォカロルスが直々に審判に参加することはないわ。でも、すべての審判において、フォカロルスが欠席することはほぼ皆無。彼女はただ、あの雰囲気に酔いしれているだけのようね。そして神である彼女も、最終判決に影響を与える権利を残しているわ。とにかく、非常に個性的な神よ。本当に？まだ一つ聞いていないことがあるんじゃないかしら。え？それって。あなたの妹さんについてよ。あなたが休養していたここ数日、世界樹の中からあなたの妹さんについての情報を探してみたの。そうだな。世界樹にあるのは、テイワット大陸にある全ての情報と記憶だろ。こいつとこいつの妹さんは例外なんじゃないか？あなたについてはその通りよ。確かに世界樹にはあなたについての情報が全くなかったわ。でもあなたの探しているあの血縁者はあなたとは違うみたいなの。この世界は確かに彼女についての情報を記録しているわ。なんだって？言い換えると、彼女はこの世界の人間なのかもしれないわね。それはおかしいぞ。お前ら二人ともテイワット大陸に来たのは初めてだろ。私の触れられる記録の中では、あなたの血縁者は突如としてカーンルイヤに現れたの。カーンルイヤの災いの後、彼女はテイワット各国を巡る旅に出た。でも、彼女の旅が終わりに近づいた時、世界樹にある彼女についての記録がいきなりぼやけたの。ぼやけた？何かに遭遇したのかな？確かなのは、誰かが何らかの理由で意図的に彼女の運命を隠しているということよ。そしてそれができる者は並外れた力を持っているに違いない。でもこの情報からじゃ、なんでこいつの血縁者がこの世界の人なのかを説明できないな。一つ特筆すべき点があるわ。私の知る限り、ファディの情報システムにおいても、彼らはあなたの血縁者を
降臨者の範疇には含めていないということよ。降臨者ってなんだ？そんな概念初めて聞いたぞ。私が神の心でファデューと一体何の情報を交換したか、あなたも気になるはずよね。その中の非常に重要な一部こそ、この世界の降臨者。この世界に属さない外来的存在のことよ。旅人、あなたはテイワットの第四降臨者なの。え？それってつまり、ファデュイの情報によれば、こいつの血縁者を除いて、これまでに三人の降臨者が他にもいたってことか？ええ。私が推測する限り、第一降臨者は今の天理だと思うわ。そして、他の降臨者の存在については、まだ時間をかけて交渉する必要がある。なんか、とんでもない情報をいっぱい聞いた気がするぞ。でも、これら情報を教えても、あなたたちの抱えるすべての疑問を解くことはできないのでしょう。知恵の神として、恥ずかしい限りね。私も数々の疑問が心に残っていて、時間をかけて整理する必要があるわ。ええ。もう少ししたら、あなたも出発して、スメールを離れるのよね。私は、あなたを待ち構えている運命にとても興味があるわ。観測されることができず、この世界に記録されることもない旅。お前に出会えてよかったぜ、ナヒーダ。私こそ、あなたたちが来てくれたことに心から感謝しないと。さて、とりあえずお話はここまでにしましょう。今後また私に会いたくなったら、その時は、あなたたちの夢に現れるかもしれないわね。